こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、暗号通貨のニュースの中でディファイっていうのがありましたけども、あれどういうふうになったんですかね。まあ、それからステップみたいなのも出てきたりとかして、多くの被害者を出していたりとか、まあ、急落したコインっていうのがね、また目立つようになってきました。まあ、その中でメタバース、ずいぶん前に聞いたような気がしますけども、あれって進んでるんですかね。どうなんでしょうか。 NFT はいかがでしょうかね。思ったよりも最初のインパクトからだいぶ記憶薄れてきたのかなと思いますし、そこに参入した方が今のところですね、何か波が来たとかブームになったとかっていうのはなかなか私もリサーチしていて見ないんですよね。どちらかというと、もうくたびれ果ててね、分かんなくなっちゃったと、資金も失ったと、何か知んないけども投資したはずなのに投資した先が全然音信不通になっちゃったみたいなことが多いと思うんですよ。で、それぞれ個人で NFT やメタバースに取り組んでる方も情報の更新って最近ないんですよね。なんかこう思うと、もっともっと難しいところでことは進んでるのかなと思いますし、もっと前にね、私たちにはやることがあるんじゃないかなと思うんですよ。確かにメタバースいいでしょう、 NFT いいでしょう。しかしですね、私はいつも思うんですけども、こういった概念が出てきた裏には、多くの、わけも分からずに飛び込んで先行して利益を求めたね、ゴールドラッシュに似たような被害者の存在がいるなと思うんですよ。実際にね、一生懸命 NFT やってメタバースやって、今のところ何かことが動いたってことはまあまあ聞かないですし、じゃあ暗号通貨は2014年からやってきて、まあそこそこね、値上がり利益を得てきた、いわゆる当てる確率の高い私が、この NFT とかメタバースに対してどう思ってるかってことなんですけども、もう完全にこれは黒なんじゃないかなと思いますね。いや、私としてはですよ、こういうものをやるよりも自分の価値を上げて自分の集客力を上げていったりとかね、やっぱりインフルエンサーとして少しでも自分に影響力がつくような発信を繰り返すことだと思うんですよね。でも残念ながらね、やっぱ勉強する方っていうのは確かに大事なんですけども、肝心な集客力をつけないまんま自分一人の学習にハマっていってしてるんではないかなと思うんですよ。やっぱこれからの時代、自分で人を集めてね、でそこに自分で作った商品を提案する、提供するっていうことが基礎になって、その上で NFT やらメタバースっていう概念があると、自分の影響力によってそれを広めることができるから、まあ相場も上げやすいよってことなんじゃないかなと思うんですよ。で、私が常々思っていたのが体のエダですよね。体のエダの購入者が増えれば体のエダの価格は上がると思うんですよ。で、まさに私はね、体のエダがプレセールを終えて一般販売になった後、2円とか3円とか5円の時代にずっと進めてきたんですよね。で、私の紹介で体の、まあ、取引所難しかったんですよね。当時は日本に販売所がなかったんで、いろんなあれこれをして購入した方がいらっしゃって、で、その方が今ね、エダの価格が60円超えてますけどもね、花開いてると思うんですよ。で、なんで体のが60円に上がったかっていうと、先行して体のを買った方が体のの良さを広めていった結果、そこに可能性を見出した人が新規でどんどんね、参入してきたから値段がどんどん上がったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまりね、やっぱり儲けようと思ったらアウトプットをして、その市場をホットにしないといけないと思うんですよね。まあ、そういう意味でいつもいつも私のところにね、エポックの動画を送っていただいてる、リピさんっていうのがね、非常に私としては助かるなと思いますし、この情報を私の方からも再発信することによって、確かにね、視聴者数ってのはじゃあ何十万人もいますかって言ったら別にないんですけども、ただね、やっぱ投資っていうのはそういうものかなと思うんですよ。人が見向きのしないものにきちんと道理を見出してね、そこにコツコツと情報発信を続けていくことによって、だんだんそのマーケットが整えられていくってことなのかなと思うんですよね。だからそのいろんな概念ね、 ICO 以来ICO は私は広めなかったんですけども、 ICO っていうのはプロダクトローンチしたらかなりのチャンネル登録と再生数が取れたと思うんですよ。まああれもね、あんまりいい意味じゃないんですけども、インフルエンス力なんですよね。つまりアウトプットすることによってファンが増えるように改善していく、アウトプットの繰り返し、これがまずは稼ぐことの基本になるんじゃないかなと、そういう時代なんじゃないかなと思いますよね。はい、ちょっとくどくどと難しいことも言いましたけども、今回は以上ですね。はい、失礼します。